イヴァン・ユリッチは、ユーゴスラビア・スプリート出身の元クロアチア、代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。中盤で攻守に貢献できるダイナモ。現在は、セリエ A の鳥の FC の監督を務めている。クロアチアの名門ハイドゥク・スプリートでデビュー。リーガー・エスパニョーラのセビージャ FC でもプレーした後、イタリアへ渡る。自身が脚光を浴びたのは、 ジェノア CFC での活躍が認められたためであった。セリエ昇格以来は、継続的にリーグ10位以内で終えるクラブの躍進を、ハードワークで支え、2009年2月に A 代表に招集された。2009から10シーズン終了後に現役を引退した。引退後は、フルスジェノアの下部組織や、ジェノア時代の監督ジャンピエロがスペリーにのした、インテルナチオナールミラノや、 US チッタ・ディ・パレルモでのコーチを経て、2014年から、レガプロのマントバ FC で監督キャリアをスタートさせた。2015年6月9日、セリエ B のフルス FC クロトーネの監督に2年契約で、就任した。就任1年目で、クラブ史上初のセリエ A 昇格に導いた。2016年6月28日、ガスペリーニに代わる、指揮官として、ジェノアに帰還。 リーグ16位に低迷する中で2017年2月19日に行われた最下位デリフィーノペスカーラ1936にレかカラの大敗を喫すると同月22日に解任されることが発表された。公認のアンドレア・マンドルリーニガニカツキタラズでクラブを去ると4月10日に再び招聘される。降格を回避させ翌シーズンも続投するが、 クラブはリーグ18位に沈み11月4日のデルビーでラ・ランテルナに敗れた翌日に解任された。ありがとうございます。